全部この人たちがやってる。始まってんじゃない。おいた、クビになったけど、大好きだよ、ずっと好きだよ。ということで、反省会です。はい。油断してましたからね、視聴者の方もね、もう終わったんじゃないかって。反省会がこんなに終わったんじゃないかって。まさか。こんな早い反省会を始めてると思います、ね、もう終わったんじゃないかなっつって言ってたかもしれないですけど、それはもう、そうですね、反省会もしますよ。まあ今15人しか見てないですけど、油断しまくりっすよ、ほんとに。いや、すごいな。いや、逆に15人いいな。油断してなかったっすね。うん。15人の人は生で見れたってことですか、ね、増えてんじゃん。増えてんじゃん。20人。じゃちょっと駆け足で反省を。はい。これ、サプライズ。反省会なんで。反省会。20人か。ちょっと少々元気がなかったんじゃないかっていう。そう、はい。そうですね。僕はなんか、らしくなかったんじゃないかっていうことを言われたんで、なんか、すいませんでした。謝罪会見。謝罪会見しちゃう？なんかちょっといろいろな思いがあって、真面目なこと言っちゃいました。はい。まあそうですね、すいません、なんかもっとはっちゃけるべきでしたよね。なんかいや俺好きだったよ、はい、いや俺は好きだったけどね。でもね、なんかちょっとミスターチャンネルのインスタもあるんですか？ありますよ。だってタグ付けしたじゃないですか、告知してくれなかったけど。じゃあこんいや一回ますわ俺が今言いたいこと一回ますわ。え、これミスターチャンネルのインスタのライブではやっちゃダメなんですか？あ、で、いいですけど、やったことないです。ちょ待って、もうさっきの元気どこ行ったお前さっきの。いや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 、じゃなくて、じゃなくて、そのさっきはなんか俺結構率直な意見言っていいですか？このご時世なんですけど、サンちゃんが今、うん、インスタライブやってその200人とか行ったじゃないです か、 なんか今のご時世なんですけど、みんなこうパッてこうずっと YouTube 開いてるよりかは確実にインスタをこう開いてる方が確率的には多いじゃないですか。だからインスタライブでパッてやった方が、あ、僕わかんないですけど、YouTube のライブ配信ってその通知とか来るんですか？あ、来るんですよ。あ、登録してれば。あ、そっか。でもそう考えたらタメが言うように、インスタの方が、絶対そっちの方が早い。フォローしてる人がいるかもしれなくて、でそっちから飛んで、で YouTube の方が変な話、その配信の仕方とかは楽じゃないですか。だからその YouTube で一回流して、今からやりますで、だから最初に5分ぐらいそのやって、で今からミスターチャンネル飛び回すの方が早くないですか？お前しっかりしてんの。俺はしっかりしてんだよ。いや意外と、あ、なんか俺はしっかりしてんだよ。大輝さんに詰められて何個あざができたの？え、だから今だと本当パワハラで訴えられます。インスタライブでやって今そのほなんていうんですか、結婚式でいう余興みたいな感じで、うん、今からやりますよみたいな感じでインスタライブで流してのYouTube もこう絶対いいと思うんですけどね。今から流しますようなやつ、さっきストーリーであげました。あげたんかい。だからもしかしたらそれを見せてみんなのところで。今51人だって、めちゃくちゃ油断してるな。多分終わった、じゃあお風呂入ろうっていう人がいるかもしれない、うんうん、あ、そうですね。だってさっき油断すんなよってサンちゃんが言った時には200何人とかいたわけじゃないですか。確かに相当油断してるで。そうしたらでしょ、俺が言いたい意味わかります、うん、そしたら効率よくないよね、うん、あれ、え、意味、え、俺はそれ、ちょっと待って、これもう趣旨がわかんないけど、これはあれでしょ、反省会でしょ。そうですね、反省会ですよね。ミスターチャンネルの人もそう、反省会だから今日の反省会なのに、その視聴率を伸ばすとかじゃなくて、今のあのライブ配信をした反省会だから、うん、2人に対してどうなの、反省会の、それを言ってほしいのよ。正直僕はさっきも言いましたけど、そのらしくないっていうことを言われたんで、まあ本当に皆さんに一言言いたいです。ダメらしくなったもんな、はい、スタッフにな、はい、女性陣に。
そうです。だから本当に一言言いたいです。はい、じゃあ一言だけ言います。はい、一言。おっぱい。でも本当に僕は大ちゃん全然いいですよ今殴るとこ丸くなったぞ。お前はやっぱトリータそんなにあれだいなかったからあれだけど丸くなったぞ大輝さんが。おお、いや僕はそのどうしました、これが合言葉みたいな感じだったんです。そのファン感とかでも、はい、あの、はい、選手先生みたいなファン感で先生っていう感じで、その言葉を言ってたら多分今、あ、三平懐かしいそれっていう人が多分いると思うんですけど、うん、いやだから僕はなんかその今のは本当にトリニータのあのサポーターの方からしたら今のはもう下ネタじゃないんですよ。ああ、いや合言葉だね、わかるよっていうのはあるんだけど、じゃ俺からしたら今サンちゃんがおっぱいって言いました、大輝さんが大輝さんが殴ります、それがサポーター見たかったんじゃないかなと思うの逆に。あ、そういうことね。大輝さんは下でこうやってこうやってやってましたよ、なんかお前爪痕を残そうとしてるんじゃねえかっていうのはね。いや、はい、そういうの感じられたんで、ちょっと反省会だからこれもう二次会でやってるわけだからこれ早くできないの、あともう数分でやめるからね。そうですね。うん、頼むよ、お前、あ、今、回ってない時にさ、あんだけさ、わーわー言ってたよ。70秒。今、ミスターチャンネルで人気ないっすね。でも俺、一つだけ言っていいですか、ね、一つだけだぞ。今、じゃあミスターチャンネルの YouTube ライブ始めるとするじゃないですか。うん、多分、一瞬で超えるっすよ。もう一回言って。ミスターチャンネルのインスタのライブを始める。今 YouTube でしょ。ああ、なるほどね。じゃあインスタのライブを始めるとするじゃないですか。じゃあ多分そしたら超えるんですよ。だからインスタと YouTube のちょっと違いみたいな、はい、若いところもあるんですけど。はい、アラジン言いますか。はい。3、2、1。はい。おー、いた大好きだったよ。クビになったけどずっと好きだよ、いつか戻ってきたい、本当に好きだよ、またみんな見てくださいね。おー、いや、みんなこれが欲しかったってことですよね。すいません、さっきおとなしくて。さすがよ。3、2、1。もう本当に無理。おほーいたクビになったけど好きだよ、本当に好きだよ、本当に僕の地元みたいになってるよ、一生忘れないし、いつか戻ってきたいね。さすがだね。ダメ。これが俺とお前の違いやな。そうやな。それ言ってたもんな。見せてほしいな。さすがやね、やっぱりね、うん、これ終わってもいいぐらいですね。うん、ですけど、いや本当にそう、本当にそんな感情はないと言いつつね、お前はね本当においたこと好きだからね。そう、毎年戻ってきてますから。実は誰がサポートしたんですよね。そしたらはい、タメ、はい、じゃあいいよ、タメ、アラジンじゃなくてもいい。アラジン縛りがタメだった。あ、18、オリジナルでいい。オリジナルでいい。ラップみたいな感じでいい。2分でもいいし。5、4、3、2。何も言わん、絶対俺は。今、取れてるから、そういうの。取れたから取れてるから。はい。はい。俺で取れたから取ったから、お前はまあ。さあ、うん。もうおかしいのよ。こんな YouTube やってやめた方がいいよ。そんなことないと思いますけどね、僕は。こんな YouTube やめた方がいいよ。めちゃくちゃなこと言ってますよ。いや、全然めちゃくちゃね、こんな YouTube はやめた方がいいよ、もう本当に。ダメだ選手、しばっかりきしてくださいっていう。あおかダメだ選手にしばっかりきが来るってのは面白いね。うん、面白い。やってほしいね。
どんな感じが芝刈り機のやり方してる。教える教える。まず、寄り目。寄り目、あと、教えてもらってもでもなんでもいいんですけど、芸人じゃないからね。歯茎に上唇をかきかけるので。なんて言うか知らないよ。木崎さんがまたスパチャーしてくれてるよ。木崎さん、相当優しいな。これおかしくなったときは。いや、もう木崎さんも知らないけどね、誰かも。ほら、お前、延長して。そうだよ、お前。取りたいで、お前。ないや、もう誰でももういいけど、もう本当芸人じゃないよ、こっちは本当に。え、じゃあの芸人だよ。タブのね、タブのちょっと見せてほしいね。違うところね。そうですね、もう締めは。お前なんか二次会はおとなしいもんな。ちょ、お前さっきのあれなかったよ、お前。なお前、ペイ、お前。ペイ見せてくれてんねん。などうしたんや、お前一番反省会の時生き生きしてたよ。それ出すか。いいんやな。あのね、違うんや。いや、だとしたら、もうずっと流しといた方がいいですよ。15分とか決めなくて、もう。もう俺らが帰るのずっと流しといて、俺らがもう普通に喋ってるの、これでいいじゃないですか。だってもう別にね、そんな何人とか考えないとか言うんだったら、もうずっと流しといて、これでいいじゃないですか。いや、ちょっと多分俺、何言ってるか分かんない。お前が何言ってるか分かんない。分かるやろ、そしたら。今100人。いえ、大台突破してないのよ、そしたら。さっきより下回ってんのよ。何を言ってるんですか。ダメ、お前が言ってることはよくわからんな。よくわかるんじゃないっすよね。それよくない。お前が何をそこのな、やらないようなしてんのかよくわからん、ね。インスタライブもしよう。もうそしたらもう。で、サンちゃんも、何しよう。もう来世でいいから、なんかもう。いや、でも本当に多分、気づいてない人がいると思うんで。うん、いや、そう。だから気づいてない人がいるから。います。だから、逆に急に始めるのよくなかった説あるよ、これ。これ視聴者な、本当な、見てくれてる人いるのよ。楽しんでね。確かに。いや、そう。そうなの。こんなくだらない話をな。いや、本当にくだらない話をずっと聞いてる。あなたたちもくだらないよ。ちょっと怖い。じゃあ、切りましょう。え、もう切りますか？もう、この二人がね、もう相当までやりたいのよね。もう一言欲しいですね。もう一言ね。うん。いやでも流しっぱなしが一番いいでしょ。亀田選手はキレキャラなのかって書いてます。竹山みたいな感じね。意識してるんですか。関が変わっちゃうんとか、よく聞いてたね。関変わったね。よくわかりましたね。サンちゃんが寒い寒い。三平が寒い寒い言うから、もう一度。まだ元気ですよ。まだやってる。まだやってる。皆さん今、ミスターチャンネルやってるのを油断してますよね。見てくださいよ。はい、何しだしたのか前は。いやいや、だって今何人って言いましたっけ。100人。だって僕だって123人見てるんで。前の方がいいやん。なんで多分みんな気づいてないんですよ。油断してるんですよ、ね、こういうの本当にそうなんですけど、スタッフの人がもうめちゃくちゃお酒飲んでる姿を見せた方がいいと思うんですよ、俺は。お前は飲んでないけどな。でも NG だから。NG なんだ。NG なの、うちのスタッフは。なんでなんすか、そんなんね。え、もうこの三姉妹。別品三姉妹。別品三姉妹だから。ちょ、ダメ。俺もいつも怒られるから。反省会。今、だいぶ配信中なんで。まあでも正直言いますよ。大輝さんは、それは怒られますよ。どんなとこが怒られるかちょっと言ってみたいな。あ、逆にダメ出しをして。ああ、なるほど。ああ、ミスターチャンネルのダメ出しをしていいってことですか。そうそう。あ、でもそんなのめちゃくちゃ出てきます。こういうこと。いや、結構出てくるかも。そしたら俺け、だって俺全部大体見てるから。あ、そうなの。じゃあお前はどう思う。じゃあどうも。ミスターチャンネルちょっと言ってくれ。ミスターチャンネルと大輝さんでしょ。これだからもうあれだから。反省会だからね。番組に1個に。ミスターチャンネルにってことですよね。ミスターチャンネルイコール俺だから。ああ、まあ、そうですね。ああ、目みたいな。大輝さんに、お前は、一つ言うとしたら。まあ、親から言われたやろ、人の目みたいな話言うと、当たり前やろ。じゃあ、視点が余ってないから。目悪いな。俺の目見て話せちゃう。なそうっすね。どこ見てんの、こっち、俺の話、俺の顔見て話くれ。まあでもなんかちょっとなんすけど、こう、まあちょっと盛り上がりにはちょっと
かけてる。いやだからな、そういうところなのよ。俺の顔を見て話さんとな、俺もちょっとあんまり聞こえんのやな。なあ、あ、じゃあ俺はあんま分かんないですけど、サンちゃんは。え、まあ僕は、まあ、大さん、本当にお世話になってるんで、うん、あんま変なこと言えないですけど。いや、俺はもう聞く耳があるから。はい、あ、はい、うん、あ、ほん。ちゃんとな。まあでも本当、大さんは、どこ見てまあ正直っすよ。うん、まあ適当だし、僕からですよ。僕の、あれですよ。適当だし、まあ人の話全然聞いてねえなっていう。え？いや、こっち。でも大樹さん、本当にたまに、本当に、あの、気にかけてくれて、電話とかくれるんですよ。でも、なんかこっちが言ったことは、本当に右から左に流れてる感じです。そうですね。はい。聞いてないです。でもその電話くれることが本当に嬉しいです、僕は。いや、本当に嬉しいです。先生、何の話なのそれは。え、違うよ、今。何を違うよって、お前大したこと言ってないよ。じゃあ、なんか電話くれるのが嬉しいっすではないでしょ。じゃあ、今、いや、言ったらと。適当で話聞いてない。適当で話聞いてない。はい、やめろ、やめろ。喧嘩やめろ。喧嘩やめろ。喧嘩やめろ。なんだよ、お前、おい。誰も食いつかない。誰も食いつかない。お前おかしいだろ、お前そりゃ、お前は。やんないよ。なんちゃん、なんちゃん。やっぱコロナだろ。お前おかしいだろ、お前。やんないよ。まあ一応二人ともね、PCR 検査して陽性だった。お前おかしいだろ、お前。やんないよ。おかしいぜ。トマホークはやんないんだよ。いや、お前。おかしいよ。やんないって。いや、ほんとこいつおかしいっすよ。ちょっとやんない。いやいやいや、お前。じゃ俺も突っかかんないよ。まあでも、まあ、コロナだからよ、あんまりよくないよね。うん。うん。ほんと、お前おかしいっすわ。ちょっと待って、これもうドリフのもうあーっちだ。で止めないよ。そうっすね。でもほんとにお前おかしいっすわ、お前。あ、なんだよ、お前。止めないよ。お前おかしいっすわ。おかしいなんだお前は。お前かなんだ。お前から六個やぞ、お前。おい、おいおか、あ、なんだろう。まあコロナなんでね、すいません、はい、コロナ、はい、これは大丈夫ですか、はい、ありがとうございました。すいません、誰が見たいよ、これ。いや、でもこんだけね、はい、やってくれてありがたいね、はい、じゃ続けますか。あのちっちゃい子も入ってますって言ってんの、絶対。ありがたいわ。本当になんか全力でこの後輩が2人がやってくれるっていうのはありがたいね。もうなんかちょ、ほんま感謝やわ。本当にありがとう。なんかちょっと寂しかったけど。いや、寂しさしか残んない。いや、そうなった。今何人いるんですか。今131人。増えてるな。結構増えてるな。はしめさんがまた120円スパチャ。ありがとうございます。ありがとうございます。ダチョウさん。いや、でもこれちょっとさ、本当来シーズンじゃないけど、来年ちょっとなんかしたいね。さっき2人の言った意見も取り入れてさ、ミサチャンネルでやりたいよね。反省会にさっきしたじゃん。反省会になってないか。なってないよね。ふざけてるだからさ。まあでも本当はあれですよね、その歴史とかって大事じゃないですか。だからこれを機に今後20年、ね、30年ってこれを続けていけたらめちゃくちゃいいですよね。まあただ20年30年出たいだけなんですけど。YouTube ミスターチャンネルってこと。そうそうそう。だなんか毎年恒例来ましたみたいな、うん、待ってましたみたいなのがあったら、その皆さんの酒のつまみにもなりますし、三平が言うことは俺はすごいいいことで、俺は正直そのみんなが帰ってくる受け皿を作りたいな。今移籍していろんなと、まあ大分の相手いっぱいあるやん。そういう選手を呼んできたいの、みんなで帰ってくる場所を作りたい。それはもうめちゃくちゃありがたいです、うん。やっぱりそういう場所があると、やっぱりね、
みんな飛び立った仲間も限って大分でまた何かしらセカンドキャリアでいろんな部分っていうのもあるじゃん。そうですね、うん、あれ全然話ついてきてない。いやでも本当に僕からしたら、うん、その大輝さんのその活動は、うん、活動とか、うん、その考えてることは、うん、めちゃくちゃありがたいですし、うん、そのちょっと安心感ありますよ。その、うん、もし引退した時に、うん、大分に戻ってこれるっていう、うん、その安心感はあるんで本当にありがたいです。いや、お前は絶対大分に戻さんかいや、俺も今視聴者の方と気持ち一体なってゲップしてるよ。飲みました。からのでも年末だから本当に。いやでもこうやって本当に来てくれるのありがたいよね、この二人がね、うん、ミスターチャンネルって結構さ嫌がる人いるのよ。え、嫌がってる人いないの。いないの。まあでも、そうですね、大アンチ高松結構多いですもんね。うん、だから出づらい部分もある中で、二人がね、こうやってね、本当にもう自分の声で皆さんに伝えてるっていうのは相当だと思うのよ。これなかなか聞けないことだと思うのよね。だから、たくさんさ、俺はだからこの二人はもう素晴らしいと思うよ。本当に。いや、本当に感謝。いや、本当にありがたい。なんか言えることじゃない。いや、言えてないんですよ。どうした？ゲップしながら言ってる。いや、炭酸飲みすぎない。まあ、わかりますけど。いや、でも本当にすごい、やっぱり好きな二人だから。はい。余計ね、頑張ってほしいね、はい。まだまだ元気でね、はい。で、いつか大分に帰ってきてね、はい、大分のためにやってほしいね、はい。そんで、あれ、全然スタッフがもう聞かないんだけど。スタッフもだってもう酒飲んじゃってる。酒飲んでるからね。飲んでません。飲んでます。ちょっと。めちゃくちゃ嘘ついてる。まあ、コメントももう少なくなってきたんでね。確かにもういいっすね。もういいね。人は増えましたけどね。人は増えたね。人は増えたけども、熱がないわ。何分やるんですか？何分やるんですか？いやいや、あ、じゃあもういいよ。じゃあもうやめるよ。じゃあ、これはやめてやるよ。じゃあやめてやるよ。俺だってやりたくねえんだよ、こんなまだ。やりたくねえよ、やめろ。タムちゃん何飲んでるんですかって思うため。でもこれは捉え方によりますよね。もしかしたら、もっと長くやるんだったら、一回お風呂入ってきますっていう人もいるかもしれない。そうや、そうそう。もっとやってほしいっていう。大人になったら、三平市議会議員って出るかもしれませんねって来てるよ。まだやってたの。いや、どうですか。まあ、それは後日話聞きましょうね。まあ、まだ今現役選手なんで頑張ってもらうのが一番いいですから。うん、あ、マックス吉丸さん、100円ありがとうございます。あ、ずっと見ていたいだそうで。キリキャラ。あお風呂入ってたらまたやってて、あ、ほら、お前が言うな、さっき言ったら、もう三平が言ったやん。お風呂入ってて、お前変したね、今。なら、佐々木さん聞こえました？いや、今、変が変したの。そっちまで聞こえました？聞こえてる。俺、そういうの。いや、もう、やばい。いや、違うんですよ。いや、ほんと、チームがあるんですよ。その、僕のそのおならのあれで、どこまで聞こえるっていう、あれを、しっかり。聞こえてるわ。だから、ここまでだったんですよ。ここだけだったんですよ。こっちも。あ、ほんとですか？おかしいでしょ。あらー、あらー、もしかしたらこういう芸人さん出てくるかもしれない。あらいるな。流行語なんないでしょ。あらー来るかもしれない。アラハンの流行語来ない。いやでもこうやってね、あのコメントでもないよ、明日もやりますかとかいるの。あるね。だからミスターチャンネルはこういう回なのよ。みんなが楽しんでくれればいいしな。いや、すごい嬉しいこと言ってくれてる。いや、そうなのよ、もう。いつかい、いや、うん、三平はいつ帰ってきても、うん、歓迎されると思いますよ。三平の話もういいわ。やめとけよ。あ、でも、お前、どんどん増えてるよ。170になってるからね。あの油断してた人が帰ってきましたね。めっちゃ増えてるよ。お風呂入っていましたと。うん。まあ、でも、こういうね、なんか緩い感じで話すのもね。いいよね、たまには。確かに。でも結構リアルな話で、その今見てる人170人が、来年、うん、その毎試合ね、トリニータの試合を見に行ってくれれば、170人いるわけじゃないですか、確実に。そう考えたらすごくないですか？ 170 人は絶対いるんですよ。
は？まあ正直、正直、うん、まあ毎試合5,000-6,000人って入ってるスタジアムに170人はちょっと弱かったかな。まあ、あと、タメダの意見に対しては、スタッフが全然、んって顔してるからね。なんなん飯食うなよ、そして。急に俺が喋った時に飯食うなよ。用意したのお前、そういう、言える立場じゃないよ。俺もだ、ありがとうございますの方なのに。お前、ヨタちゃんが、お前、またスパチャー、三平さんが帰ってくるためのクラファンは、まだなのか。いや、だから、本当に聞いてほしいよ、ミスター。ほら、大地さん、僕ちょっと、なんや、まあちょっとギャグですけど、今のトラララララン、まあ大分に戻ってきて、まあ大分はその、大分でその今ねそのクラウドファンディングとか多いじゃないですか。だから三平の給料のクラウドファンディング、それで戻ってきましたみたいのも今までやった人はいないわけじゃん。ちょっと面白いなってちょっと思って。ああ、話題性になるし、面白い部分はあるんだけど、だから本当にそこはもう監督だから、やっぱり人をする選手だったら、そこで給料を賄う部分はあるんだけど、ファン、サポーターが望んでる選手だけど、本当にチームが必要としてなかったら、無理じゃん。あら、これちょっと真面目な話しちゃった？だからね、そうですね。ペー。それはお前でもお前はもうこうやってコメント見ると愛されてるからな。ありがたいですよ。うん、あの三平はあるけど食べるのがないな。もうないわ。三平も食べちゃうもん大分の誇りですだって。ほら、お見せて。こいつは誇りじゃないっすよ。違う意味の誇りじゃないですか。いや違う誇りやん。掃除の方や。はい。これもう15分ぐらいで終わりあの2時間終わろうって言ったんだお前。どんだけ長くしようとしてんのお前。な。おかわり。スタッフ。これスタッフ止めんともこれ続くね。イタリアっすね。もうスイッチ入っちゃったから。もうペイがスイッチ入っちゃったから長くなるのよこれ。誰が誇りだよっていうか。どうするの。じゃあ最後になんか一個ずつ、ね。もうそれもうスタッフが言ってくれないと無理や。一個ずつじゃあ。うん。もうこの二人にちょっと聞いてあげて。はい。いえいえ。どうぞ。ああ、また208になってるわ、また。いや、てか、これもう、あれじゃないですか。これ、もらったんじゃないですか。どれスパチャあ、ヨタちゃん。さっき。サーペイさんが書いてくるためのクラファンはまた。ちゃんは芸人なのあ、さっきのやつ。クラファン、お前のペー。サンちゃんの話はもういいんだよ。しょうもないこと言うなよ。もう、やきもちやきなんて。な。ダメ。お前、ダメのはないな。大分短いしな。いや、だとしたらね、だとしたらやってくれよと話せなくて、こっちは。ちゃんもうサンちゃんの蔵はないの。いや、違うのよ。だとしたら、そういう人が、もう率先して、みんなのグループを作ってやればいいのよ。ダメちゃんはやっぱり芸人かって。俺のもやれよ、そしたら。俺のをやろうっていう人はいるのか？いないのか？いないんだろう。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 でもさ、本当に将来正直大分でプレーしたいと思うのお前ら二人はどうなの可能であれば本当にね大分に帰ってきたいって気持ちはあるの大分でやりたい大分でねいや僕は、うん、そのだってねあの一回大分から離れてまた取ってくれてうん、でも僕はもう大分に、ね、あるときどんなんだからある時も聞きたいよね確かにいやプレーオフで勝って、はい、それで次の年にもだって J1 があったのに京都に移籍したじゃん、うん、あまあでもそうですねだからあの時のあれはどうだったのいろいろありますけどいろいろって何のえだ僕湘南からのレンタルだったじゃないですかそうじゃね湘南との、うんまあ、契約がまだあって、うんもちろんそれは大分で2年間やらせてもらって、うん、昇格もして、うん、そりゃ大分に残りたいですよ、うん、でもその、うん、契約の時に話したのは今聞くとか僕は本当に大分のことが大好きなあのその時、うん、教科部長が柳田さんで、うんうん、僕は本当に大分のことが好きなんで僕の違約金とかを払って
僕を取るんだったら、うん、そうじゃなくて、うん、いい選手を取って J1 残留をしてくださいっていうことを伝えて、うん、僕はもう大分に残れないっていうのは分かってますっていうことを言いました、はい、難しいとこだけどね。なんで僕はもうその大分には残れないっていうのは分かってたんで、うん、そのはい、そうですね。まあなんか自分の好感度を上げるみたいで嫌ですけど、うん、その、うん、大谷 J1 残ってほしいから僕はもう大丈夫ですっていう感じです。はい。まあ難しい判断だと思うけどね。そこのだから三平はね、当時はいろいろあったもんね。そうですね。はい。これ三ちゃんのドラマ、ドラマっていうかね、うん、そういうの本当多いっすよね。そうね。なんか常に言える範囲で言ってほしいけど、まあ毎年毎年そういうの。タメちゃん、俺の話でもいい。まあお前はいいな。うん、タメちゃん大分復帰諦めんなよとかいっぱいあるけど、もういいな。タメは。まあ俺はいいっすね。もういいの。でもいっぱい来てますよ。待ってるめちゃくちゃ増えてますね。うん、あ、237人だったわ。増えたね。増えた。80人ぐらいだったね。ちょっと号泣していいですかとかな。もうほんまコメントすごいよ。でもね、本当に。あ、でもちょっと待って。三平さんかっこいいです。うちのスタッフはな、本当は。あの司とかレイチェルが好きやったのよ。うん、だから俺もやりたくない。お前ら2人はちょっとあれだったの、うん、だからこの回やりたくない。でも絶対俺の方がイケメンだと思いますけどね。いや、お前ら2人よりあの2人より嬉しかった。全然拾ってない。ね、うん、え、あ、でもさっきの、好きです、大好き。あ、さっきの何でしたっけ、その、何大分に、さっきの話何でしたっけ。だから、あ、そうです、僕は、その、移籍して戻ってきたあれなんで、大分に骨をうずめる気でいたんで、はい、スパチャ入りました。スパチャ入りました。はい、三分。それはもちろん、スパチャっていうの最後大分で引退できるんだったら、それは僕はしたいですよ。三平大好き、三平大好き、三平さん大好き。はい、どうぞ。情けないこと言うなよ。いや、今言いましたけど、三平大好き、三平大好き、三平大好き。まあ、でも本当に情けないな。僕は今やっぱ興奮に。二人ともイケメン言うんだって。キムタク大好きって言うよ、そしたら。三平大好きでバカみたいに。こんなやつを好きって言うなよ。コメちゃんのことが好きで取りサポになったスペイン人の方がいます。グローバルやな。いい話だね。はい。聞かせて。でもそれしか来てない。何ですか。あ、でもこの人は SNS でもスペインから。でもどんどん増えてくれてるしね。やっぱりあれだったね。もっと長くしとけばよかったね。タメちゃん大好き。うん。タメちゃん大好き。タメちゃん大好き。うん。その三平は最後フロリダで引退してほしいとかね。うん。本当三平のコメントまた来た。ああ。いや僕もでもそうですけど、うん、もう分かってるんですよ。その、うん、トリニータのそのこれからねステップアップしていく、まあこれから上行ってほしいっていうのもあるんで、まあそこに僕は必要ないかもしれません。はい。なんで。え？いや選手としてね。あ、それは違うよ。セカンドキャリア考えてるの、なんか考えてんの？いや、セカンドキャリアとか正直俺は別にサンちゃんにどうしてほしいとかどうでもいいですけど、サンちゃんそれはだってサンちゃんが現役で入ることによってトリニータが良くなるみたいなところはもう 100% あるわけじゃないですか。うん、いやあるゾウさんが2人の大分復帰期待してますだってほらいやいや期待してんのよ。じゃ俺が入っても正直どうにもならないですけどサンちゃんはあるやん全部に関してなんか何え将来でも大分に帰っていきたいっていうイメージはあんのお前ら2人はないのえさっき聞いたさっき聞いたいやいや僕はでも本当に、まあ、今、そうですね、甲府にいるんで、まあ本当、もしかしたら甲府の方は不快に思うかもしれませんけど、まあ、僕はやっぱ一番大分が長くて、その大分愛っていうのは僕はあるんで、それはもちろん最後は戻ってきたいなとは思いますし、そうですね、だからまあ、はい、ちょっと俺が悪かったね、今のちょっと質問な、うん、あれが悪かったね。いやいや、そんなことない。質問あれやったね、今、現役選手は。その俺がちょっと今、あれ悪かった。確かに、それはね。何やそれはまあ、そういうとこは。不臭いたんや。飲んでねえの、不臭いたんや。
週言いましたね。でもこの2人はね、やっぱりサポーターから愛されてる選手だからね、余計ね。コメントは別ですよ。ちょっと待って、これ何の回やったっけ今。だから今はもう本当に別に今はもう、じゃ今はちょっとミスターチャンネルとかやめましょう。今はもうオフ会みたいな感じでしょ、うん。もうなんかちょっともうダラーとした会話です。あれその、三平が移籍してサポーター減りましたよって言ってる人がいるんですけど、まあでも僕はそうです。あの、移籍しましたけど、まあでも本当トリニダコタ大好きなんで、皆さん来年のトリニダ楽しみにしてください。応援してください。一番姉さん、はい、ほら、お前、木崎さんがな、田村選手、スパチャーとは、スパチャーと言って、そのチャンネルに対して、今回の場合はこのミスターチャンネルに対して、リスナーさんが投げ銭をしているのですって、お前、投げ銭してるよ。お前、木崎さんがちゃんと説明してくれてるぞ、お前。簡単に言ったら、お前これを見てて、お金をそうミスターチャンネルの運営費にしてくださいよっていう。木崎さんがちゃんとないちいちお前に説明してくれてるよ、うん、お前優しいな、本当ありがとうございます。いやもう木崎さんありがとうございます。木崎さんはほんますごいのよ。もうちゃんとトリニダーのね、全てのことを思って発言してくれてるから、もう木崎さんすごいよ。スパチャーでユニフォームアクリルキーホルダー11番持ってたよ。出ました。木崎さん違います。消えちゃうか。マチャキ、ね、マチャキ。でもさでもさ正直さ、今さ、幸福とセレッソじゃん。やってんのは。はい。まあ、これがずっと続くわけじゃないじゃん。うん、まあ、現役でね、やるのが一番いいとは思うんだけど。でも今ちょっと話変わるんですけど、今、そのユニフォーム11番持ってましたっていう人いたって言ってたじゃないですか。話変わるのが早いの。でも、本当になんですけど、俺セレッソに行って思ったんですけど、セレッソって、そのもちろん清くんだとか、あのまあ、とかね、そうあの友達みたいよね、あのジンさん、キムジンヒョンとか、その乾隆くんとかもそうですけど、その人たちのユニフォームがやっぱ目立つじゃないですか、うん、その中でその僕は19なんですけど、でもそうなんですけど、もちろんどのあのチームに行ってもそうなんですけど、自分のユニフォームを持った人を見るとめちゃくちゃ嬉しくないですか。わかります。はえ、なんで今反応しない。え、なんなん。え、俺今めっちゃいいこと言ってる。そうですね、感動。え、嬉しい。みんな13番だったじゃないですか。ミスター、え、聞いてます。みんな13番来てて嬉しいくないですか。いや嬉しいよ。その話。え、なんなん。ん？な、変な話なんですけど、俺はちょっと今年は上から見てることが多かったんで、その観客席から、そのメンバー外でね。うん、でもそういう時でも、その上から見てて、うわ、19番来てる人いるわみたいな。ああ。多分19番の清掃で。だとさ、言わなくていいよ、大さん。全然試合見てないです、うん。見てないし、言わなくていいやん、別に。いや、お前見てた。もちろん全部見ました、ためだも出てる試合を。先生、見てない。はACL 出てるなーって。すげえなーって。いやいや、すごいよね。ACL だって、ACL 出たことありますか。ないよ。ないでしょ。ないよ。俺すごい。え、大吉さん、ACL 出たことない。ないよ。ないでしょ。だから俺も大吉さん超えてるからね。ACL、ACL 出たことないんだ、お前二人は。あっちやって戦ったことないんだ、俺も。あっちやって戦ってくんだ、もう本当に。いや、本当すごい。いや、お前が一番よ。お前は本当、天才だよ。お前がすげえや。お前が一番。お前がミスターだよ。いや、お前だよ。今からの。お前が初手立つよ、日本サッカー界を。頼むな。すみません、スタッフの方に聞きたいんですけど、今俺はバカにされてるですか。え、とんでもございません。あ、今褒められてるっていいですか、ね。はい、でもない。よかった。なんで、やっぱりすげえな。すごい、ジーニアス。ジーニアス。さすがやわ。やっぱりそういうふうに見られてたよな、俺らもな。ああ。謝るわ。本当か、北にか、ダメだか。
乾杯する？ちょっと少ないけどね。どうする？ちょっともらおうか。まあもう大輝さんはちょっともらった方がいいかもしれない。でも横に置いてない。種類違うか。でもさ、こうやってみんなさん、もう増えてるもん。いやもうだってちょっと80人から300になってるじゃないですか、結局。まあほら、ACL すごい。本当 ACL はすごいと思うよ。いや、でも俺、ちょっとあんまりこういうこと自分で自慢したくないんですけど、ACL ってやっぱちょっと違う感じはありますよ、やっぱり。違うんだ。経験したことないもんね。ACL ってやっぱ、ちょっとなんか。奥さんから何か言われない？大丈夫？大丈夫。これってライブ配信してるんだよ、今。はい。大丈夫な？大丈夫、悪く。気になったんだけど、これフリートークじゃないよ。忘れてましたよね、今。忘れてた、今。俺、そうですよね、ちょっと今、持ってたんです。そっか、確かに。まあまあ、そうですね、確かに、ね。なんか、反省点で二次会的な感じでやろうかって言って。なんですけど、反省されてない。反省、まあ確かに。反省は、言ったじゃん。反省しましたよ、僕。アラジン行こうか。僕も反省しました。ためのアラジン聞きたいよね。そうですね、スタッフは聞きたいって言うんだけど、入りだけ言ったって。はい、せーの、さあ。2、1アラジンのようにさよならアラジンのように魔法の絨毯に乗って大分に帰ってこれたらいいのにって感じやな。魔法の絨毯乗って帰ってこれたら最高だよな、はい、でジーニーにな願い事を叶えてもらってな大分を J1 に上げてくださいなんて言ってな。あと2つ叶えられるよ。何があるなんつってね。ACL に出たいです。天皇杯優勝したいです。なんつってね。ね、星増やしたいです。なんて言ってね。ジーニーにね。いや、ほら、コメントで反省会の概念が見られる。本当その通り。アラジンって何っていうコメント来た今。アラジン、確かになんかアラジン縛りみたいなのがもともと良くないんですよ。確かにね。反省会。タブちゃんかっこいいって思い来てるよ。いや、知ってるわ。言わなくてもいいのよ。そしたら誰？なんて人？ネギマさんです。ネギマさん。いいやつかよ。ネギマさんが、でもさ。でもさ。でもこういうのね、聞けるってなかなかないじゃん。ああ、でもさは、大輝さん。だから、いや、だから本当にね、ありがたいことよ。確かにそうそう、本当にいいよ。二次会の何を話そうかっていうのが一切伝えられてないんじゃないですか。確かにね、本当にもう、本当にもう、そう変な話なんですけど、こっちはもうこんなベロベロで喋ったことないからね。あんま言いたくないですけど、でももうこれはでも、変な話、シーズン中には絶対できないから、なんかそのね、スタッフの人は、ちょっと今日はお酒の話とかやめてくださいみたいな感じで言ってましたけど。ダメ。はい。はい、もう一回じゃ話。はい。いや、って言ってましたけど、うん、でもその、シーズン中にはこんなに飲んだりとかできないじゃないですか、うんうんね、正直。そうだね、うん。でもそのシーズンが終わって、一段落つきました、うん、もう全部終わって、うん、っていう段階でしか、こういうね、そのみんなでこう、ちょっとこう、もう本当に心身ともに、こう、バッて下げたことはできないじゃないですか。いや、まとめるとしてんの？いや、してるっていうか、いや、もちろん、これ、ね、明日も、サンちゃんと僕は、その、もうトレーニング決まってるんで、もう、ね、走りに行くの、ね。そうそうそう。明日行くの？いえ、行きますよ。二人で？はい、もう。本当に？どこ走るの？え？トレーニングするの？二人で？え？明日。え？ええじゃないです。ええじゃねえよ。嘘ついてるだけの話。何嘘ついてんだよ。俺、嘘が一番嫌いやからな。え？嘘が一番嫌いなんだよ俺は。な？え、行くんすか？え？いや。あ、僕は嫁の実家のあの近くの、うん、あの鶴崎の温泉にみんなで行こうかな。ほら、これミスターチャンネルだよ。ミスターチャンネルな？はい。あ、ミスターチャンネルなんだ今。でもこれまたライブ配信して、はい。二次会の反省点を皆さんに伝えようっていう内容だったのにさ。でも、だとしたらですよ。あんまこういうこと言いたくないですけど、うん、俺は、そしたらもうスタッフの意見が聞きたいですよ。今さら？今さらっていうか、俺らだってもうね、サンちゃんの意見どうしたの？だって俺と大輝さん眠たくなった。だって俺と大輝さん、どうしたの？お前、何？いいやん、もう。眠たくなったの？
眠いっすね。ちょっと飲みすぎたかな。ガチや。だとしたらもうガチや。じゃあ、終わったがよ。もう終わった方がいい。そしたら終わった方がいい。絶対。もうなんか今の感じ結構ガチだ。終わった方がいい。ちょっと飲みすぎた。じゃあ、おい。やめよう、終わろうか、うんね、この反省会の反省会はまたもう三平ちゃん大丈夫いや飲んでないからね、おとなしくなったとか聞いていやいや、これほんま飲んでないんで正直ね、また反省会の反省会は取りますんで、そうね、もうコメント増えてきたいっぱい逆にね、はい、じゃあもうちょっと大丈夫ですかっていう心配、でも楽しかったっす、なんか本当にちょっともう、あ、じゃあ最後にね、はい、じゃあ一言、はい、もう最後は終わりましたんで、はい、もう楽しかったっす、もうなんかちょっと、うん、シーズンオフじゃないと言えないことも話したし、うん、なんかその逆に僕がシーズンオフじゃないと聞けないことも2人に聞けたし、うん、なんか本当に有意義な時間に なりました。もう本当にね、本当にそう思う。でも皆さん、視聴者の皆さんにね、バイバイして終わろうか。はい、いや、ちょっとすぐだい。みんな、良いお年をでいきますか。はい。もう本当に終わりですね。はい。もう終わりで。これ終わりで。終わっていいの？ちゃんと終わら、大丈夫、はい。じゃあ、あの、ファンの皆さんに。ファンの皆さんに。はい。良いお年を。良いお年を。ありがとうございました。せーの。いやいや、年を。え、違うんですか？良いお年を。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。また来年。またもう本当に、お願いします。来年。ありがとうございました。頑張ります。